私服の教え教会は、イスラエルのガリラエコ北西岸のカファルナウム近くにあるカトリック教会である。同協会が立つ地は、イエス・キリストが私服の教えを行ったと伝えられる地で、山上の水訓が私服の教えも含むので、日本の旅行ガイドブックでは山上の水訓協会と呼ばれている。イエス・キリストが紀元後一世紀前半に私服の教えを含む、 山上の水訓を行った場所は、イスラエルのどこであったかはっきりしない。イエスが、その宣教初期に活躍した、ガリラヤ湖コの北西岸にはいくつかの小高い山があり、その一つが、伝統的に、私服の教えの山と呼ばれ、そこに、ベアティテューズの教会が建てられている。もともとラテン語起源の、ベアティテューズの日本語訳が、各宗派、時代によって、八福の教え、 神福八端、神福九端などいろいろあるために、日本の旅行ガイドブックのみ、この教会は、山上の水君教会と呼ばれている。ビザンツ帝国時代4世紀にこの地に、イエスが、私服の教えを語った地とされていた記録がある。当時そこを巡礼したエゲリアが、その巡礼期に、パンと魚の奇跡の教会のそばに、ベアティテュードが語られた丘に洞窟がある書いている。 現在の教会は、このビザンツ帝国時代の遺跡の地に、1936年から1938年に平面図が八角形の近代的な教会堂が建てられた。祭壇の前には、八つの祝福を意味するモザイクが床に埋め込まれている。デザインは他にも様々な教会をデザインしたイタリア人のアントニオ・バルルッツィによる。ありがとうございます。